新年明けましておめでとうございます。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんということで、記念すべき第1回です。本日は大塚食品ボンカレー、ボンカレーネオを食べてみたいと思います。記念すべき第1回ということで、どのカレーを食べるかなといろいろ考えてみたんですけど、やはり最初は私たちが子供の時から馴染み深いボンカレー、まあ、元祖レトルトカレーと言ってもいいんでしょうか、そのボンカレーを選びました。このボンカレーネオはお湯でも温められますが、箱ごとレンジで2分っていう調理方法もありますので、それで今から調理してみたいと思います。懐かしいですね。確か僕たちが子どもの頃のボンカレーのパッケージはこれだったと思います。それでは開封します。それではご飯にかけてみたいと思います。いかがでしょうか。見た目は子供の頃よく食べてたボンカレーの色、に近いような気がしますね。いただきます。味は今回中辛を選んだんですが、さほど辛くなく甘口に近い印象を受けます。こだわりの食材を使用しましたというパッケージにもそう書いてあったんですけど、確かにじゃがいも、人参は歯ごたえがあって美味しいですね。完食です。ごちそうさまでした。そうですね、昔のボンカレーの味を思い出します。近いと思います。それと中辛でありながら少し甘めということで、辛口が苦手な人あるいはお子様にはとても美味しいカレーだと思います。今回は大塚食品ボンカレーネオをお送りいたしました。それでは明日2回目をお楽しみに。さようなら。
ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。